黒いというかヒール対決っぽくて好きだなと思いましたね。はい、そもそもそのマッシブが出てきて、あ、いいんだって思って、一番合うというか、ウルフのみんなもなんかすごい歌を大事にしてるし、メロの各々のバースの、ラップの部分と、あとはまあ、リョウジと、鈴木はあのハイレンジというか、歌がうまいので、シンプルに。結構派手ではないんですけど、心の中からこうグツグツと湧き上がってくるマグマみたいなイメージがあるので、なんかそういうところに注目して聴いてほしいなと思います。なんか皆さんがその新しいストーリーを作れる目撃者というかになれると思うので、今までの BOT の世界観もしっかりと感じられるライブになっておりますので、ぜひ楽しんでほしいなと思います。